さあホンダスピリッツバトルだ。なぜか竹内さんまで乗り込んじゃって何かありそうな今回のバトル。僕たちに最も近いレーシングカー N1 マシンとそのベースモデルたちを集めてホンダ車の持つレーシングスピリッツを感じてみることにした。 CRX は中谷選手だ。この車すごくいいです。雨ですけどもしかしたら勝てるかもしれない。大胆不敵な勝利宣言をしてコースインの中谷選手。いくらハンディがあると言っても後ろには超速いのがいっぱいいるぞ。さあ N1 のグリッドかと思いきや、あれちょっと何遊んでんの。グリッドは BM 式ハンディキャップグリッド。 N1 シティは唯一の1300ということで4番目のポジション。その後ろには NSX、 そして N1 軍団となるわけだが、今回は突然の雨、全車ドライ用のセッティングでレインタイヤを履いただけの状態。なんとその上 NSX は電気系トラブルでリタイア。早くも N1 軍団の苦戦が予想される。さあスタート。全車互角、いや唯一のミドシップ NSX だけトラクションの差で断然速い。あっという間にハンディをゼロにしてしまった。あっという間に抜かれたのは NSX のリタイアで大井のシートを分取った土屋選手。このまま置いてかれたら許さんぞ。コースは完全にウェット、何があるかわからないと言っているそばから中谷 CRX がブレーキオン。くんそうか、俺シビック乗ったことなかったんだ。ということになるそうだな。中谷さんミス。よし絶好調。あ、服部スピン、服部スピン、やばい、やばいよ、タイヤ冷えてるよ。人のことを気にしてる余裕なんてないっての服部君。さて早くも黒沢 NSX が小畑プレリュードに追いついた。バトルは2周目、トップの服部シビックを NSX が狙っている。そしてああもう N1 軍団はすぐ後ろ。なんと清水プレリュードのレインタイヤはド新品。その上ドライセッティングじゃどうにもならない。後ろが流れました。どうも雨の中ではどうも雨の中ではいけません。やられた。服部シビックのミスをついて NSX すかさず前へ。その後ろ5位には N1 シビックが上がってきたぞ。バトルは3ラップ目に突入。依然トップ3台はノーマル軍団、いや土屋シティがプレリュードのインを刺した。あんたあんたあんた寄ってきちゃダメだよ、危ないよ、危ない危ない、あんた危ない、あんただよあんた。やがりが勝ち。危ねえ。まあどっちが危なかったかは別として、結果はドリドリシティの勝ち。タイヤと足回りと軽量化だけで200馬力の車を抜いちゃうんだからシティは偉い。いい年取んないといけないよ、松さん。いい中年になんないとね。
ってなこと言ってるドリドリも今年で3度目の年男49年。さあ依然トップは NSX、 N1 軍団はどうした？ノーマルシビックにまで前を走られてていいのか。いや、それどころか清水プレリュードは未だにビッケ。絶対このままじゃ終われない。さあ清水プレリュードがビリを免れる瞬間、そしてこちらは中谷 CRX がビリになる瞬間。2人とも何やってんのよ。さあ1コーナー、服部シビックに N1 軍団が迫ってきた。後ろからドリ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 シティ N1 号がやってきたし、まただよ。もうなんでこんなリア出るのこれ。さっきのウォームアップの時は出なかったのかな。頑張る服部シビックに対し全然ダメな中谷 CRX。 中谷さん、 CRX ってそんなに遅いの？さあさあ30秒以内で言い訳を述べよう。クションがあんまりかかんないんですけど、おそらく足は非常にしなやかでロードホールディングだけど、ピッチングでフロントの荷重が抜けちゃうんですよ。歩いてればいいと思いますけど。清水プレリュードやっと5位へ浮上。注目は2位争い。さすが N1、 コーナーでどんどん詰める。直線も負けてないぞ。1コーナーで勝負だ。いった。ドリドリがアンダーじゃねえわ、 FF 乗ってるよ。ちょっと待って、ちょっと一気にやられた。服部シビック、シティの速さに動揺した隙に中川シビックにまで抜かれてしまった。シティもなかなかやるもんだねこれね。さあ残るはこの1台。あ、ものすごい。この2人の年齢差を抜いちゃ、若い者が抜いちゃいけない。何言われるか分かんないですよね今後ね。2台を抜いたら何言われるか分からない。もう何を言ってんのか分かんない。さあゴールまであと少し。シビックがシティを捉えた。ジュアケンチがなんで乗ってる。おスリップストリームってか。中がやるじゃねえかって言わん。シビックシティ速い。コーナリングスピードはシビックより上。若者スポーティーカー N1 軍団は足して100歳に負けてしまったのである。この結果の中で何といっても注目は N1 シティ。たったの1300で NSX を追い回したのは立派としか言いようがない。パワーばかりに頼らないトータルの速さこそ僕らの求めるホンダスピリッツそのものだと言えないだろうか。思ったよりね、シビック検討してた、したかなっていう。もっといきなりドドドって落ちるかなと思ったけど、いや最終コーナーやっぱりシティの方が早いね。でストレートは N1 でも変わんないんじゃない、ストレート変わんないね、今度とはね。でもストレートがシティがね、VTEC の175とシビックが同じ風に来ちゃうっていうのはやっぱりびっくりですよね。それを醸し出すドライバーがいいってことかな。またスイートドライバー